今回はとある平日の夕食後から就寝するまでの私の最近のルーティン動画です。誰が得すんねんちゅう声が聞こえてきそうですが、容赦なく始めさせていただきます。OK。 西洋犬の匂い。ゆず行くで。ゆずゆずゆず、せっ、もう待ってられ、もう座ってる場合とちゃう。座ってる場合とちゃうんや。行くで。はい、よその首輪を外してくれ。おれお前ら、どこの首のもんじゃい。ここで言えへんようなとこか。わては、河内柴犬連合や。話通じんようやの。ゆず。人間は今、ちゃちゃ入れんといてくれ。犬と犬の話や。ここ、ゆず。お前、ほんま。しんどいふわふわな毛して、月にどれほどシャンプー行くねん。わてなんか2ヶ月に1回や。綺麗な白いふわふわの毛見せびらかしやがってほんま。もうええわ、わてはこうや。どうや、びっくりしたやろ俺のタイミング。まさかこのタイミングでっちゅうのがわてのやり方じゃ。お前まさか動画回しとんちゃうな。許さんぞ。すっきりした。ちゅうことで茶番はここまでにいたしまして、まあ、最近はですね、夕食7時前ぐらいに食べ終わりますので、食べ終わったら散歩を兼ねて、ほんであとはね、消化を促すために家の近くのドッグランにゆずを連れて散歩に行きます。もちろんこのドッグランに散歩に来ることは私たち人間の消化を促す、そういった理由もありますので、私たちの夕食後に来ることにしております。そしてすでにお気づきいただいた方もいらっしゃるかとは思いますが、こちらのドッグランには2つのセクションがございます。1つは大型犬も入れるエリア、そしてゆずがいるこちら側は小型犬や中型犬、まあ柴犬ぐらいのサイズやったら入ることができるエリアでございます。せやけど兄ちゃん、あっち側のエリアではいろんなワンちゃんが楽しそうに遊んでるのに、なんでこっちのゆずがおるエリアはゆずだけなんやろ。そう疑問を持たれた方も多いかと思います。それはなんでかっていうとね、ゆずは陽気ワンちゃんおるところに行くとテンション上がりすぎてしまうんです。おい、ちょっと話せんか。おい、いや、なんですの。目やったら吠えられたら私どうしたらいいか分かりませんわ。さいなら。まあゆずはいつもこんな調子でございます。他のワンちゃん 2,3 匹やったらどうにか楽しく遊べるんですが、それ以上おりますとゆずの野生本能が爆発してしもて、他のワンちゃんに怪我をさせてしもても飽きませんので、今回のようにフェンス越しで遊ぶ時もあります。蚊がすごい、蚊がすごいに一回帰ります。家に帰った途端急にお利口になるのがこのゆずの習性です。さあ、こちらではシャワーの準備が始まりました。先ほどドッグランにサンダルで行ってしまったがために足の裏が真っ黒になっているというわけでございます。ついでに全身のシャワーも浴びました。カラスの行水とでも申しましょうか、あっという間の水浴びでございました。そして今日、令和時代の男性はお風呂上がりのお肌の手入れも忘れません。化粧水が乾くまでの間、他の用事を済ますというのも今も昔も変わらない風景です。そして最後には乾燥を防ぐ保湿クリームを塗って終わりといったところでしょうか。夏場は何もせんでもあっちゅう間に髪の毛が乾いてしまいますさかいに、めんどくさなってしもて自然乾燥に任せてしまうっちゅうのも今も昔も変わりません。さあ、こちらでは一体何が行われるのでしょうか。窓を開けてシャワーでほてった体を夏の夜風を浴びながら涼む。おやおや、こちらの男性は涼みながらどうやら下を覗いておるようでございます。下の小さな池にはいかにも夏らしい赤い金魚3匹が元気に泳いでおるのでありました。今日の生活には欠かせないものとなりました冷蔵庫。この冷蔵庫から取り出したものはヤクルトもどきのドリンクでございます。風呂上がりの一杯欠かせません。ほら、こないに明るくても夜9時前の夏の空です。シャワーを浴びまして、ケーキ漬けの一杯をいただいた後はテレビジョンをつけて好きなプログラムを楽しみます。
この日はいつも見ている YouTuber とやらいう人たちのプログラムを楽しんでおるようでございます。こうしておりますと、先ほどドッグランでいかつい鳴き声を出していたこちらの日本犬がこの男性のもとにやってまいりました。到底先ほどの同じ日本犬とは思えない表情、そして態度であります。かつての日本犬の多くは番犬として飼われることが多く、玄関先で飼われているということもよくありましたが、今この令和の時代では犬と人間は同じ暖かい家の中で暮らすのが定番となっております。犬から見る昭和、平成、令和の時代、さあ本当に犬たちにとって良かった時代はいつなのでしょうか。そないなことに思いを馳せておりましたら、時間はあっという間に過ぎました。開けてあげて面白い形で寝てたやん。ちょっと今一人の時間楽しんでんねん。もうせっかく面白いの撮れたと思ったのに。ちょっと静かにしてくれるか。いよいよ夜も更けてまいりました。夜が更けますと温かいお茶を欲しくなるというのが人間の性でございます。夜には深い眠りの妨げとなるカフェインなどの入ってない飲み物しか取らないというこの男性、今日の社会では睡眠の質という部分にも重きが置かれているのであります。この西洋風の陶器製茶器はこちらの男性のお気に入りのようでございます。先ほどの男性がお気に入りの茶器を持ってやってきました。やる気は満々といったところでありましょうか。かつての人間は太陽が昇るとともに一日を始め、太陽が沈めば人間も同じように寝床に入るのが当たり前でした。しかし今日の社会ではライフスタイルの変化などにより昼夜を問わず本人がやりたい時にそのやりたい作業を行うというのが当たり前になっております。今回は現代人の生活習慣に詳しいなにわ大学の横田教授にお話を伺いました。最近ですと夜型人間なんて呼ばれるような人間が出てきておりまして、こういった人たちは夜に脳が活性化するんですね。人間というものは困ったもので、深夜になると小腹が空くというのは今も昔も変わりません。このサキイカを食べてしまいました。日本犬と言いますと自分の寝床は汚さないということで有名でありますが、この日本犬ももちろんその例外ではありません。静まり返る深夜の住宅街にこの男性とこの日本犬の呼吸音だけが響きます。いや、それももちろん動物家庭人間と同じです。さかいに寝る前にはお手洗いを使っておこうという、そういうまあ本能的な感覚があるというのは間違いがありません。こう語るのは河内女子大学の三田来教授。人間も犬も夜中に目を覚ましてお手洗いを使うというのは少々苦であります。ゆずも私も寝ます。よいしょ。さて人間はなぜ口にしたことをすぐ行動に移せないのでしょうか。目が重たいのであれば早く布団に入ってゆっくりと休めばいいものを、興味があるわけでもないテレビジョンのプログラムをただぼーっと眺めている、まさに多くの現代人が持つ問題をこの男性の日常の一幕から垣間見ることができるのであります。じゃあねゆず、おやすみ。ゆずおやすみ。バイバイ、また明日ね。おやすみ。美しく健康な歯を保つためには毎晩の歯磨きが重要です。毎晩の歯磨きは2分以上、歯の表面、裏側、上下左右とまんべんなく歯ブラシをさばいていくのであります。健康な歯は1日にしてならずであります。では皆さん、おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。